みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。今回はジャズスタンダードを楽しもうぜ、イエーイということで、All the Things You Are というとても有名なジャズスタンダードの曲を皆さんと一緒に練習してみようかなと思います。こんな感じで楽譜も用意しましたので、プリントアウトとかして活用していただけると嬉しいなという感じでございます。ソロギターでの、ね、演奏になるので、ソロギターというスタイルでの演奏になるので、ちょっくらは難しいかもしれないんですけれども、ゆっくり弾いてもいいですし、なんとなくコードをパラパラと弾いているだけでも、このおしゃれ気分みたいなのが楽しめるかと思いますので、ぜひチャレンジをしてみてください。なんとなくパラパラと弾いて、なんちゃってジャズじゃないですけれども、雰囲気を楽しんでいこうと、そういう趣旨でございます。とりあえず、最初から最後まで弾いてみます。こんな感じに。なる予定です。こんな感じの、シャレオツなジャズという感じの響きでございます。4本の指を、ね、すごいこうフルにバババッと動かしていくので、コードを弾いているだけでも結構大変かと思いますが、そこも一つの練習というか、鍛錬という感じで、ぜひトライをしてみていただけますと幸いでございます。それではちょっと、ゆっくり弾いていってみましょう。最初は普通にこの人差し指で8フレットを制覇して、Fm7th を弾きます。で、このときに、トップノート、一番高い音をこの2弦の、ソフラットの音じゃないか、ラフラットの音にしたいので、1弦を弾かないように気をつけましょう。押さえて、ピックで5弦から2弦までを弾くような感じです。ここから一緒にこう1弦も弾いちゃうと、このドの音が目立ってしまうので、2弦まで弾いていくような感じです。で、その次、そのままグーグッと上げて、Bb7th を弾いて、で、またコードが変わって、で、コード変わって、こんな感じで、とりあえず8小節かな。が終わりになります。ちょっともう一回やってみましょうか。Fm7th からスタートして。こんな感じです。次の小節は Cm7 からスタートします。で、その次のフォームがちょっくら大変で、こんな感じです。6弦から、まず6フレット、バツ。5弦は使いません。6弦は6フレット、5弦は使わない。で、小指で4弦の6フレットに行って、人差し指、あ、じゃないや、中指で3弦の5フレット。で、人差し指が2弦の3フレットと。ちょっとこう指を広げなければいけないフォームなので、ちょっと大変かもしれません。指がうまく広がらないぜという方は、こう指を斜めにする。イメージを持ってみてくださいませ。ちょっとこれは後で詳しく説明します。ちょっと斜めにするような感じにして指を広げます。で、中指だけ下げて、で、その次、人差し指が1、2、3弦を制覇して、というフォームに移ります。そしたら、Am7か。で、ベースの音が跳ね上がって、単音に行きます。で、Db7th#9th を弾いて、単音が入って、G
メジャーセブンスで落ち着くと。ちょっともう一回やってみます。9小節目、C マイナーセブンスのところからやってみましょうか。で、広げて。で、メジャーセブンス。こんな感じです。で、その次に開放を弾いて、和音、和音、和音。コードネームでいけば Em7 を弾いているわけですね。コードネームがわけわかんないぜという方は、普通に楽譜通りに弾けば OK です。別にコードは把握しなくてもいいです。名前を覚えなくてもいいですし。で、その次、5段目、10がたくさん出てくるところに行ってみましょうか。こんな感じのフォームにして、人差し指をあらかじめ1、2弦制覇しておいて、小指を外せば、そのまま8フレットに行けるように準備をしておきましょう。こんな感じです。で、D7 のフォームから、なんか交互に行くようなフォームにして、G メジャーセブンスに行くと。で、このとき、7フレット、1、2、3弦の7フレットをまとめて押さえますけれども、これが難しければ、3本まとめて、1本1本押さえても大丈夫です。小指とかでも OK。で、また開放から E マイナーセブンスを弾いて、で、このところ。またちょっと指を広げなければいけないフォームが出てきました。でも、力を入れすぎずに、サクッと指を広げて、7フレット制覇。で、単音を弾きます。ゆっくりで大丈夫です。難しければ。で、さりげなく、このメロディーに戻る準備をして、次は1、2、3、4、5、6、7段目。また Fm7 に戻ります。で、上に行って、ここでちょっとベース音を変えてみましょう。中指で5弦の7フレットに行って、で、また G メジャーセブンスを弾いて、で、D フラットメジャーセブンスから、グッと上に行ってこっち側に行きます。この9フラットを人差し指でまとめて押さえちゃいましょう。制覇しちゃいましょう。で、グッと上に上がって、フレットを上げて、で、その次 C マイナー。で、ベース音が下がって、こんな感じです。このとき、2弦と4弦の6フレットは人差し指がまとめて押さえてないと、ちょっと運指が大変なので、最初から2弦と4弦の6フレットは人差し指が押さえておいて、小指でこのソファーのメロディーをコントロールしましょう。ソファー、イエス。で、B ダブルフラットマイナーセブンスでいいのかな。B ダブルフラットマイナーセブンスから B フラットマイナーセブンスに行って、で、コードトーンを弾いて、で、押さえるところが大変、押さえるところがいっぱいで大変なんですけども、さあ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 と、続けていきます。ほい、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 ほい。そして、手を返すような感じで、ほい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 。で、5弦開放と、9フレット3つ。で、最後に、ちょっとこの締めのコードを持ってきて終わりという感じです。で、最後のコードも、3フレットがたくさん出てくるんですけれども、人差し指がまとめて押さえてないと、ちょっと運指が
大変なので、人差し指で3フレットを制覇して、運指をするといいかなと思います。そんな感じです。ちょっともう一回やってみましょうか。ゆっくり。慣れない方はですね、まず覚えることに苦労するかと思います。なんかこう、なんだっけ、次どんなポーズだっけ、どんな形だっけという感じで混乱してしまうと、パニックになってしまうと。その解決策としては、すごい小さく小分けにして練習するということです。例えば、一番最初から4小節目までとか、ここまでをひたすら繰り返すとか、とりあえずここからスタートして、こっちに行って、ここまで、もうここまでひたすら繰り返す。こいって、こいって、こいったらこう。こいってこいってこいったらこうみたいな感じで、頭の中でどん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 次のコードが出てくるようになるまで、まあ、繰り返すという感じです。で、それができたら、じゃあ次はちょっと2段目やってみようと。ここから。これをひたすら。あれなんだっけと思いながら。さあ、次は、こうっていう感じに、ね、パパパパッと頭の中に出てくるようになるまで、小分けに。練習をしてみてくださいませ。で、1段目と2段目、両方とも完成したら、1段目と2段目をミックスというか通して練習すると。で、その次は3段目だけ練習して、4段目だけ練習して、で、両方とも覚えられたら、3段目、4段目を合わせて練習してみる。で、そこまでできたら、またこう1、2、3、4段目をまとめて練習してみたりとかして、どん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 このできる範囲というか、覚えている範囲をちょっとずつ増やすことがすごく大事です。いきなり最初から最後まで全部バッと覚えようとしても、さすがにそれはちょっと無理があるので、まあ、1段目とか、2小節だけとか、4小節だけとか、そんな感じで小分けにして覚えておくと良いかなと思います。まあ、これは別にこの曲にかけた話じゃないですけどね。まあ、常に小分けにして練習することはとても大事でございます。で、さっきちょっと言ってたその指を広げる話なんですけれども、人の手ってこのまっすぐの状態からその指を曲げると、絶対こう内側を向くようにできているんですよ。なので、もしそのギターの指板が、このギターの指板がもしここにあったとしたら、もうこのフレットがもう2つ、3つぐらい離れてしまうと、もうこの、もう抑えられねえよ、こんな指開かねえよってなってしまうんですよ。なので、このまっすぐに指を曲げるのではなくて、こうちょっと斜めにするような感じです。ちょっとやってみてもらっていいですか。普通にこう手のひらを前に出して、こうやって曲げると、絶対こう内側向きますよね。その人差し指とか小指がもう内側にこうやって閉じていくのがわかるかと思います。こうじゃなくて、ちょっとひねりを使うんです。人差し指と小指をできるだけ離そうって考えると、自然とこういうひねりになると思うんですけども、どうでしょう。人差し指の先っぽと小指の先っぽをできるだけ離そうとするんです。できるだけ。そうすると、まあ、ちょっとね、いろんなやり方あるかもしれないですけども、こことここをできるだけ離そうとすると、こうはならないですよね。ちょっとこうなりますよね。ひねりますよね。で、このひねった状態で弾いていくと、まあ、こんだけ、こんだけですよ。まっすぐだったらこんだけしか開かないですけれども、ひねるとこんなに開くことができると。で、このひねりをうまく使って、そのギターの音源に応用するわけでございます。
さっきのコードは、まあ、こんな感じのコードでしたけれども、このコードを僕もその真正面からやろうとすると、結構厳しいものがあるというか、ちょっと物理的に不可能という感じです。でも、そうじゃなくて、この肘を、ここ。この肘をちょっとこう斜めにして、手がこう斜めに入るような感じですね。こうではなくて、こうなるような感じです。わかりますでしょうか。そうすると、指がすごいこう開いて、やったねという感じになるかと思うので、ちょっとその斜めにするという意識をしてやってみてくださいませ。そうすると、はっ、これだというのが見つかるかと思います。というわけで、今回はちょっと珍しくジャズスタンダードなんかを弾いてみました。さっきも言いましたけれども、ソロギターなのでちょっと難しいところもあるかとは思います。けれどもね、ゆっくり弾いたりとか、コード弾いているだけでも結構雰囲気楽しめるかと思うので、ぜひ楽譜ダウンロードして、プリントアウトして手元に用意して練習してみていただければなという感じでございます。よろしくお願いします。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。さよなら。